ネコザメヘテロドントゥーズジャポニカスは、ネコザメ目ネコザメ科に属するサメの一種。別名、サザエ割。日本近海に生息するネコザメ科の代表種である。日本には他に、島ネコザメ H ゼブラが分布するが、こちらは、比較的珍しい。太平洋北西部。日本では、北海道以外南の沿岸で見られるほか、朝鮮半島、東。 シナ海の沿岸海域に分布する。水深6から37メートルの旋海の海底付近に生息し、岩場や海中林などを好む。最大全長120センチメートル。背びれは2機で、いずれにも全端に鋭い棘を備える。これは特に幼魚が大型魚の捕食から逃れるのに役立っている。尻びれを持つ。体型は円筒形。薄か色の体色に、 縁は不明瞭な11から14本の脳褐色横帯が入る。糞は尖らず、目の上に皮膚の粒子がある。この目上粒子を和名では猫の耳に、英名では牛の角に見立てている。歯は他の猫ザメと同様、前歯が棘状で、後歯が急死状である。純鱗は大きく頑丈である。定性性で岩場や海藻類の群生地帯に住み、 硬い殻を持つサザエなどの貝類や、ウニ、甲殻類などを好んで食べる。吸収状の後歯で殻を噛み砕いて食べるため、サザエ割とも呼ばれる。日中は、海藻や岩の影に隠れ、夜間に餌を求めて動き回る、夜行性である。遊泳力は弱いが、胸びれを使って海底を歩くように移動することもある。乱生。日本では3月から9月にかけて産卵が行われ、 メスは卵を一度に2個ずつ合計6から12個産む。卵は螺旋状のひだが取り巻き岩の隙間や海藻の間に産み落とされた卵を固定する役割がある。死魚は卵の中で約1年かけて成長し約 18cm で孵化する。オスは 69cm で成熟する。刺し網などで混格されるが水産上重要でない。 日本の和歌山など地方によっては、湯引きなどで賞味される。スミスをあえる場合もある。日本では、水族館などで、よく飼育、展示される。下田海中水族館は、猫ザメの繁殖賞を受賞している。一般家庭での水槽飼育も可能で、小さな個体は鑑賞用に売買されることもある。人には危害を加えない。ありがとうございます。